レフトへ上がった、大きな当たりだ、レフト下がる、レフト下がる、フェンスの向こうに白球が消えた。3番坂本、レフトスタンドへのツーランホームラン。交流戦優勝へ向けてジャイアンツ打線の勢いが止まりません。2回の表でなんとなんと7対0。いやもう工藤さん、本当にこれ打線、いやつながる打線というのはこういうことなのかということなんですけどもね。まあお見事としか言いようがないですね。はい、はい、これはね、完璧に捉えました。はい、まあ、そのチャンスを作ればそこで一気に畳みかけていく、その攻撃の中で1回4点、そしてこの2回は3点、あっという間に7対0。坂本にとっても工藤さんも、もう本当に会心の当たりですよね。いや会心の当たりなんですけど、はい、まあ、今のは、まあ、ストレートかシュート系がちょっと甘く入ってきたっていうボールだと思うんですが、その前に初球にインハイのボールを投げてるんですよ、はい、でそれにはもうピクリとも動いてないんですね、はあ、にもかかわらずあの球をしっかりフルスイングしてホームランできてる。もうバッテリーからすると、はい、なぜ最初のストレートを低いとも動かないのに、あの3球目の球だけしっかりフルスイングしたんだと。このままインコースに入ってくるまっすぐフルスイングで捉えました。高く上がった打球でした。バッテリーも絶対ストレート系だったらカウントが取れると思ってたはずなんですよ、はい、それを見事に合わされて